メディアで誇張されすぎているかわいい富山弁の告白パターンへえ富山弁の告白がかわいいちょっと見てみるかあんたのこと好き長屋ちゃちょっこし付き合ってくれんけへあ、なるほど、まあ、確かにかわいいねでもこんなん一回も聞いたことなくない 田舎あるある、友達が親同士もいいろろつながってる雰囲気。あ、今日友達家来るわ。誰や大輝と匠。おー、大輝ちゃんお父さんと俺高校の時仲良かったわ。へえー、マジか。え、匠ちゃん田中か。うん。そしたら田中のお父さんは中学校の時一校上の先輩でよう遊んどったわ。マジいや、どんだけつながるん この時期にありがちな会話、軽いタイヤ交換ハラスメント。もスタッドレス、もタイヤ変えたんはい、変えました。自分で変えたんいや、車屋でやってもらいました。まあ、男ならあんまり自分で変えれば。ああ、そうですね。どっちでもよくない